まあこの匂い系で言うと、彼氏が寝てるとき耳の裏の匂いを嗅いでる。あー、でそういうなんかちょっと臭いのが好き。なんか多いそういう子。嘘、相手の口臭を嗅げるのってなんか遺伝子的に合ってるみたいな、うん、あー言うね。そう言う言う言う、そのなんか嗅いじゃう、うんうん、っていうのはなんか遺伝子が近いとそう感じるらしいの、うん、で遺伝子が近い方が臭く感じるんだよね。おかしくないっていうこと、遺伝子かなんかわかんないけど、うん、なんとか的に体が合ってる、うん、匂いを嗅げれるってこと、嗅いじゃうとか、うん、落ち着くとか、うん、臭いとか臭くないとか関係なくね、うん、なるほどね。まあこれね、女の子です。実はめっちゃ性欲強いけど女から誘うのっててんてんてん。あー、これはね、なんか年取ればって言っても俺らぐらいの年になれば別にそんなの普通なんだけど、やっぱ多分これ高校生とか大学生ぐらいなのかな、まだちょっと女の子が性欲強いのって恥ずかしいって思う時期で、 DJ 怖い、 DJ 怖い、 DJ 大丈夫大丈夫なの？じゃあ、さっきおやつあげましたから、あやが寝てる間に。これも本当に嫌になった。俺これ見て、うん、恋人乗せる時、うん、インスタにね、うん、キニピたちを非表示にしてる、うん、だからバレないようにしてるの。多分裏でちょっと連絡取り合ってるしてる人を非表示にして親しい友達で、一応女友達とか今、うん、彼氏とストーリー乗っけないと、うん、なんか変じゃん、うん、付き合っててストーリー乗っけないのって、うん、変っていうか普通に乗せたいんだ。あ、そうそう、乗せたいだけど、キニピたちにはバレるとなんかえってなるから隠してるとかね、うん、これ最低最悪、これ最低最悪のことした。確かにね、うん、キープがいるってことだもん、うん、しかも彼氏には表示してればさ、うん、あ、俺のこと乗せてくれてるっていう安心感があるじゃん。確かにこれ悪いよこれ計画的に乗せてるから多分、うん、悪いなと思ったの。あとこれ多分バレてないんだろうね。今結婚して子供もいるけど付き合ってる時浮気してました。あー、これはもう隠し通して、うん、これは自分の中で貯めといて相手には絶対言わないこと、うん、それだったらもう全然今幸せなら、うん、本当にいいと思う。まあこれ女子、彼氏は取り巻キープしといて、うん、彼氏は常に探してる、うん、だからもうすぐ付き合うパターンの人ね。あの、いるやん恋大きい女の子って、うんうん、ただそういうパターンなんだもんね。不思議だと思ってたけど、そうやって常日頃探してるから毎回できる、うん、ああそうだよ、それ彼氏がいてももう彼氏だけで他の男とはもう関係ないとかじゃないんだと思う、うん、彼氏がいても好きでも他にもいい人がいるのかなって常に探しちゃうの。だから俺に近いよね。俺彼女いないけど常にいい人いないかなって探してるから、うん、で付き合えない、はい、かわいそうな男、はい、だからまあずっと探してるって感じですよ宝探しでまだ見つかってないよみたいな感じですね宝くじ当ててないよみたいなね、うんうんうん、一旦買っとくけどみたいな。そう、買ってる、めっちゃ買ってんの俺宝くじけどまだ当たってない。これいつか当たるから信じようよそれも。でこれめっちゃこれいいなって思った、うん、彼氏とおやすみって会話終わったら、うん、一人で機内モードにして、うん、一日の LINE を見返してる、可愛くない？これめっちゃ可愛いなと思った。本当になんか微笑ましい、うん、だからあのおやすみモードにしないと、おやすみって言った後に相手から返信来てもすぐ既読ついちゃうから、うんうんうん、だからその前にこうやってね、これめっちゃ可愛い、可愛いね、うん、めっちゃ可愛いなと思った。これを恋人に秘密にしたことありますかで、うん、言ってくんのが可愛い。確かにそのさ、普通ちょっと言えないこととかじゃん、うんうん、この可愛い秘密とか、これめっちゃいいなと思う。これもめっちゃあった。喧嘩した時に排水口の掃除を彼氏の歯ブラシでしてるとか、うん、トイレを彼氏の歯ブラシで洗ったとか、うん、あの洗面あのキッチン洗ったとか、うん、すごいある。喧嘩した時の歯ブラシを汚いところで洗う。マジで？うん、これすごいあった。考えたこともなかった。これ嫌だね。でもまあ、やりたくなる気持ちはわかる。そういうことをね。しかも相手は気づかないから、うん、よりなんか、うん、はい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 ざまーってことでしょ。これ悪いね、これ本当に。でも絶対気づかないから。100% 気づかないから。あとこれも可愛いなと思った、うん。元彼いないのに元彼3人いるってことにしてる。だから恥ずかしいんだろうね。なんか今まで彼女がいなかったことが。うんうん、だからちょっと強がってるってことだよね。彼氏。あ、そうそう、あ、彼氏。これも可愛いなと思った。これ高校生です。可愛いのとかも本当に微笑ましくて、俺なんか嬉しくなる。お泊まりの時、お風呂上がりにすっぴん風メイクしちゃってること。あー、それは付き合いたてはやる。これ結構ある？うん、あるあるある。あるんだ。うん、それはなんで？すっぴんがやっぱ恥ずかしいってこと？恥ずかしいっていうか、ちょっとでも可愛く言いたい。うん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 。から高校生の時とかも、うん、あ、お風呂入ってきちゃったって言ってちょっとしてるみたいな。うわー、可愛い。めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い。なるほどね。うわ、すっぴんもちょっと
可愛いんだって思われたいじゃん。え、すっぴんメイクはどこをやればすっぴんメイクなの？ファンデーションと、ちょっと軽く眉毛と、ちょっと色つくリップ。うん、ファンデーションとかさ、ほっぺの差つきバレないの？でもほんと薄くね。本当に薄く薄く。可愛い。だからちょっとほんとナチュラルなカラコン入れるとか。男気づかないもんね。気づかない、そういうのマジで、うん、だから俺、そのやっぱなんかよくキャバクラとかラウンジとか行った時に、夜食の子って彼女候補でありなんですかなしですかみたいな会話ってあるのよ、結構、うんうんうん、その中でありだけど、うん、心配って俺はいつも言うんだけど、うんうん、やっぱそれの通り、うん、夜食しながら彼氏とは別でいい人いないかお客さんの中で探してること、うん、だからもう常に出会いがあるわけで、うんうん、やっぱお金持ちとかイケメンが来たりすると不安じゃん、うんうん、普通に OL してる子よりも。だから不安が勝つよね。本当にね、夜食してても付き合っててもう浮気もないってあると思うんだけど、うん、男からしたらね、男からしたら不安だって。逆に言うとホストの彼氏がいたら不安じゃないって、うん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 、それと全く一緒だから、うん、あとこれもね、これ多分大人だなと思ったんだけど、うん、ステータスで惚れた、顔とか優しさとかじゃなくて、例えば学歴、年収、家とか、うん、そういうステータスで好きになってるっていうのを内緒にしてるんで、やっぱ かっこいいとか言ってるんだろうけど、うん、本当はステータスでやって、もう職業とか、うん、そういうので付き合ってます。これはでも隠してていいけど、別に言ってもいいんじゃない、言ってもいいし、うん、尊敬できるってことだよね、うん、つまりなんか尊敬できる人が好きっていう人多いから、うんうん、その自分にはないものとか、うん、やっぱお金稼いでる人ってすごい人だから、うん、そこに惚れたっていうのは全然男としても嬉しいし、確かに、うん、別にそのために頑張ってるわけだから、うん、男もステータスだけで惚れたんだよね。はだ言い過ぎ言い過ぎ言い過ぎ、だから正直、うん、仕事柄から気になり始めて、しっかりしててって、そういえば結構嬉しくない？そうね、嬉しい嬉しい。今は本当に中身も好きだし、うん、あれなんだけど、最初はやっぱステータスっていうか、その会社とかやってるじゃんみたいな、うん、それ本当気になったんだよね、うん、とかは全然言っていいと思う、うん、むしろ褒め言葉だよ、うん、嬉しい、嬉しい。男が一番 言われて嬉しいことじゃん。あ、そう、そう、仕事で惚れられる、うん、仕事で惚れられるっていうのはちょっと別だけど、尊敬されるってすごい嬉しいから、うん、仕事に対して。これ女の子、ホストに750万使って二股してます。はい、別れてください。付き合ってる意味ありませんと。でこれも多いね、お金なくて風俗してます。あ、風俗とかをずっと隠してるっていう子はめっちゃいる、うん、けどバレない、お金の感じでそれっぽくしてんじゃない、その人の。だからこれはね、これは本当に隠し通した方がいい。これ嫌な嘘、正直彼氏から男からすると、嫌だね、浮気よりも嫌だかも。マジ一回やっちゃったことあるんだよねより、ずーっと今まで風俗してたんだよねの方がショックかも。確かにショック。まあその風俗が悪いとかじゃないよ、もちろん職業的にすごい大変な仕事なんだけど、ん、先に知りたい情報。確かにそれは、本当に先に知りたい情報だね、これは。あ、これ怖いです、携帯の暗証番号を知ってること。あ、これは怖いね、男子ねえ。これ寝てる間とかだから見られるよってことで、うん、見てるよってことでしょ。でも多分知ってることっていうことで別れてないってことは、うん、多分彼氏何もしてないんだもん。うん、ああ、そうだね。そうだよね、うん、だから見たことないんじゃない、ただ知ってるからいつでも見れるよってことだね。なるほど、なんか本当にプチンと切れた時あったらもう見ちゃいますよってことね、うんうんうん、なるほどなるほど。確かに泳がせといた方がいいもんね、うん、まあこれもね、まあ長く付き合ったらあるのかなと思うんだけど、もう気持ちはないけど惰性で付き合ってる、うん、これは結構もうよく聞くんじゃない。だからこれが言うたら彼氏いるけど他の人を探してる状態なんじゃない、うんうん、どれぐらいからさちょっと別れづらくなるの？3年とか言ったら別れない。そうよね、3年とかはね、もう情もあっちゃうし、うん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 、家族みたいになっちゃうし、あの人としてなんでしょ、もう人としての関係だから、うん、女男というよりも、うん、それで惰性でね気持ちはないけどね。そういう場合ってさ、その後に気持ちが復活とかあんの？もう こうなっちゃったらもうないの？でも別に嫌いなわけじゃないじゃん。うん、でもそのもう昔みたいにもう大好き、うん、もうずっと一緒にいたいがなくなっちゃったってこと？それはできない、もう戻らないと思うよ。うわ悲しい。だからそれかもう本当にお互いのことめっちゃ知ってるから、もうあとは結婚だけだね。うんうん、これもうめちゃくちゃ可愛い。こんなのはもう本当バレてほしい。彼が出張で帰ってこない日、うん、寂しいので勝手に彼のパジャマを着て、うん、彼の寝る場所で寝てます、すみません。可愛い、可愛い。こんなのバレてたらね、うん、バレたら彼氏もっと好きになるよ、確かに、あなたのこと、うん、これはうん可愛いと思う。で内緒にしてていいと思う、うん、いつかバレるから可愛い。これもう一回探します。何で言うの？おもろかった今彼氏のパジャマね。ちょっと待って、テディもそうだもんね、アヤがいなくなったらアヤの場所に寝てるもんね。確かに、アヤの匂いを思い出してね。今日可愛い、可愛いよね。うん、やっぱお父さんとお母さんが預かってたから、うん、ふわっふわなのねえ、テディめっちゃ可愛いなります。水買いに行くって言って、うん、家出てミスドに行ったこと。
もう可愛すぎるでしょ。こんな一緒に彼氏と行ってよ、ミスド。だからそのさ、まだ食べんのって思われたくなかったんじゃないの。ああ、え、嫌なの、まだ食べんのとか聞かれるの。嫌かも。まあ、嫌なんだ。なんか男より食べてる時の自分、なんかすごい食べんね今日、とか言われるとなんか、うん、わ、はずみたいな。うわ、そうなんだ、やっぱそれ女の子あるあるなんだ、